こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日はアスクル限定5年保存水、こちらを紹介したいと思います。ですね、アスクル限定ということで、まあネット販売のみなんですね。ですから私も珍しくネット販売で、ネット通販で取り寄せる形でこの製品は手に入れました。まあそれ以外ないんですけどね。5年保存水ということで、賞味期限が随分長くて、まあ災害なんか起こらない方がいいんですけども、もしもの時にこう備えるために、家に置いとくための製品。まあもちろんですね、このまんま普通に楽しんで毎日使う水として楽しんでも全く問題ないんです。ですけども保存期間が長いということで、どっか押し入れとかですね、保存用の倉庫とかにですね置いといて、4年半ぐらい経ったらまた、飲んで変えていくっていう形で、保存水を常に絶やさないっていうことが大事なんじゃないかなと私は考えています。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。こんな感じですね。ここにはですね、災害伝言ダイヤル171利用方法が書いていますね。171をダイヤルし、ガイダンスに従って伝言の録音再生を行ってくださいということですね。採水地はですね、富山県富山市、販売者が日本ミネラルウォーター株式会社。高度が16、pH が7ですね。高度16、pH 7というのはなんかこう非常に平均的というかですね、非常に使い勝手のいい水だと私は思います。例えばですね、災害時に赤ちゃんのミルク、離乳食、あとは薬を飲むための水、ペットに飲ませるための水として、この製品はとても合っていると思います。ですからこういう水は本当万能に近いので、こういう水を取っておくってことが災害時、非常時の安心につながるんじゃないかなと思います。でこんな感じですね。北アルプスで育まれたまろやかで口当たりの良い軟水ですって書いてます。あとこのコードでですね、水質検査情報を、ご確認いただけますと書いてますので、日々知りたい人はですね、ここにアクセスして知ることができる、そういう別に知らなくてもいいんですけども、やっぱり知りたい、細かく知りたいっていう方はいると思うので、こういう情報をですね提供してくれるっていうのは安心につながると思います。実際飲んでみてもですね、非常に美味しいです。癖がなくて誰が飲んでも嫌いとは言わないと思います。こういう癖のない水を災害の時に飲めると、安心にやっぱりつながるんじゃないかなと思います。やっぱりどういう方が飲んでも、どんな場面で使っても使えるような水、美味し楽しめるような水っていうのはですね、災害水には向くと思います。この製品、先ほども言いました通りですね、アスクル、ネットで販売していますので、興味のある方はですね購入して、飲んでみてください。まあ飲まなくても保存してみてください。よろしくお願いします。